皆さん、こんにちは。今回は、指数法則を取り上げます。しっかり学んでいきましょう。まず、指数が正の整数の場合の指数法則です。一つ目です。右側の数値例を確認してください。 2つ目です。 三つ目です指数を正の整数から拡張していきます。まず 先ほど確認した正の整数の指数法則を確認しましょうこの式に m=1 と n=0 を代入すると辞式が成り立ちます 次に、m イコールマイナス n とすると、次式が成り立ちます。次に、指数が整数の場合の指数法則を取り上げます。ここでは、先ほど確認した次の式を用います。 一つ目です。二つ目です。 三つ目です正の整数の場合と式は同じですが指数法則が負の整数でも成り立つことを確認してください。 次に、指数部分が有理数の場合の指数法則を取り上げます。有理数とは、整数の割り算として表すことができる数のことです。指数が有理数の場合にも、これまでと同じような指数法則が成り立ちます。 指数部分が有理数であるとき、次の式が成り立ちます。証明は以下の通りです。 最後に、今回学んだ指数法則を確認しましょう。 もしチェックが入らなければもう一度動画を見直して学習しておいてください。